アイテム番号 SCP-420JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-420JP。 1の出現に備え、現在特別海洋監視網が太平洋上全領域に対して適用されています。6機の監視衛星によるシフト制の常時監視、または79機の電磁 V によって SCP-420JP1 の出現が確認された場合には、周辺海域の封鎖を実行してください。周辺海域の封鎖は韓国支部、ロシア支部、フランス支部、アメリカ本部との規定の協調約条によって行われ、日本支部からは封鎖執行用の諜報用偽装船舶18艇と情報収集艦、博士、が供出されています。なお、SCP-420JP に関する情報は上記の各支部と日本支部とで共有されます。SCP-420JP に関する実体的な存在は、日本支部のサイト、8187が管理することになっています。もしも SCP-420JP、二軍の確保に成功した場合、別途異常性の研究の後、適切な特別収容プロトコルを制定してください。それらのオブジェクトに、もし SCP-420JP とは関連性のない異常性が発見された場合、独自の SCP ナンバー割り振りのための提案書をサイト、8187管理官へと提出してください。SCP-420JP1 が財団の管理外へと影響を波及させる兆候が確認された場合、即座に SCP-420JP2 に対して財団所属の船舶を接近させてください。その際、可能であれば SCP-420JP2 の打破、収容が推奨されますが、あくまで SCP-420JP1 の消失を優先してください。説明、SCP-420JP1 は SCP-420JP2 軍が発する6種の特定の電磁波が太平洋上で交差する点にて出現する。電磁波によって構成された高速輸送艦モデルと思われる半実体的艦艇です。SCP-420JP1 を構成する電磁波はおおよそが電波として分類される低周波のものですが、周波数は常に不定です。しかし、高波動性であるため視認が困難という点と、空間上に常に輪郭を保ち運動的性質を見せるという点は、どのような状態であっても基本的な構造として維持されます。SCP-420JP1 は常時不安定量の光子放出を言っており、その干渉によって半径40メートル圏内の空間を経由する、いかなる無線通信にも影響を及ぼします。それは主として通信の混濁という形で現れますが、この光子が意図的に放出されているものであるならば、理論上は通信の傍受または電子機器へのハッキングも可能であると思われます。SCP-420JP1 に対する物理的接触は、接触物が SCP-420JP1 を構成する同電磁波へと置換され、喪失するという現象を即座に引き起こします。後の実験結果によって、この性質によって電磁波へと置換された物質は電磁波の状態で SCP-420JP1 内部へと貯蔵され、還元も可能であると判明しています。しかしながら、SCP-420JP1 が海上を問題なく航行しているかのような素振りを見せている点から、海水のみはこの性質によって電磁波へと置換されないと推察されました。この推察は実験によって実証されており、海水の噴霧によって SCP-420JP1 の詳細な輪郭線の炙り出しにも成功しています。SCP-420JP1 は、6艘、席の不明船舶である SCP-420JP2 が海洋上の複数点から発信する電波によって構成されていると思われ、これらの電波のいずれかが喪失された場合、消失します。SCP-420JP2 は地球上のどの海洋上からでも電波が発信可能であり、
電波の発信源の追跡もしくは肉眼での視認以外ではいかなる探知方法でも発見することができません。そのため、SCP-420JP には電波の発信を中断して逃走を開始することで、財団による追跡から逃れています。しかし SCP-420JP に対する追跡は、電波発信の中断による SCP-420JP1 消失の誘引が可能であるため、SCP-420JP1 が財団の管理外へと影響を及ぼす可能性がある場合の対処法として策定されています。SCP-420JP1 は通常であれば、海洋上を 8.3、11.5 ノットで1時間ほど航行した後、自然的に消失します。これは SCP-420JP2 が電波の発信を自ら中断することによる消失であると思われ、出現可能または航行可能な時間の限界は現在でも不明です。SCP-420JP2 の確保、収容は現在まで成功していませんが、複数回にわたる追跡によって収集された情報から、以下の6層、席が SCP-420JP2実体であると思われます。分類名 SCP-420JP2A 外観、船体に計31本のが突き刺さったトロール船。出現傾向インド洋、特に赤道以南東経45度以東に頻出。尾行一部走行の腐食痕から、掃海艇として徴用された元トロール漁船と思われる。船籍記録なし。逃走時、高速で事故の腐食を進行させ自己分解するとの異常性を発露させるが、特徴の一致から、全 SCP-420JP2A は同一の船舶であると思われる。分類名 SCP-420JP2B外観、鉄道車両用と思われるディーゼルエンジンを後部に搭載したプレジャーボート。出現傾向、北極海全域に頻出。尾行、静止状態から 1.3 秒で推定170ノットまで加速した例が報告されている。損傷や凍結が見られないことから、物理的影響を部分的に遮断している可能性有。分類名、SCP-420JP2C。外観 TLH-01 宗谷に類似した巡視船。環境が完全に取り払われ、代わりに巨大なアンテナが甲板の一部を突き破って立っているが、常時傾いている。出現傾向、傾向なし。尾行、一時的な打破に成功した唯一の船舶。直後、船籍不明艦2隻の出現と攻撃により喪失された。それ以降、肉眼で視認された報告例なし。分類名 SCP-420JP2D 外観一人乗り用と思われる無人のスワンボート。出現傾向南大西洋全域から南極海の一部に頻出。尾行高度な潜航能力を有する。魚雷発射機雷散布によって財団所属船舶に対し積極的に危害を加える唯一の SCP-420JP2 個体。武装の格納方法は不明。分類名 SCP-420JP2E 外観構造不明の小型潜水艦。出現傾向北大西洋全域から西経90度線以東に頻出。尾行、非常に高い水準の水中速力と潜航能力を継続的に発揮し続ける。SCP-568JP の放送内容との合致から、関連性が指摘されているが、同時出現が確認されたことで、同一の異常存在ではないと結論付けられた。分類名、SCP-420JP-2F。外観、不明。出現傾向、チャレンジャー海援最深部。尾行、追跡によっても電波の発信を中断しない唯一の個体。発信中、発信源地点への到達には3度成功しているが、関連性のある異常物の発見はされておらず、
存在の確定には至っていない。付記。SCP-420-JP 関連実験記録。SCP-420-JP-1 の性質について、複数の実験が実行されています。以下はその一部記録です。実験記録420-03、日付、年、月、日。対象、SCP-420-JP-1、実施方法、実験用ラットによる接触、結果、実験用ラットは即座に電磁波に置換され消失、分析、生体であっても電磁波へと置換される例として記録。実験記録420-05、日付、年、月、日。対象、SCP-420-JP-1、実施方法、B、420-01による接触、結果、B、420-01は即座に電磁波に置換され消失、分析。携帯させた特定周波数の電磁波発生装置も置換されたが、SCP-420-JP-1 を構成する電磁波に影響はなし。しかし置換後、特定電磁波が SCP-420-JP-1 内部から検出された。追記。実験より78日後、SCP-420-JP-1 の再度出現時に D-420-01 の生還を確認。D-420-01 は救命ボートに乗った状態で SCP-420-JP-1 内部より突如出現した。救命ボートには D-420-01 の他に、カゴに入った実験用ラット1匹と1枚のメモ用紙が積載されていた。B-420-01 は行方不明になっていた期間の記憶を喪失していた。メモ用紙に書かれていた文章、気をつけたまえ。実験記録420-11、日付、年、月、日。対象、SCP-420-JP-1、実施方法、SCP-420-JP-1に対する海水の噴霧、結果、SCP-420-JP-1全体へ大規模な海水の噴霧を行うことで、SCP-420-JP-1 の輪郭の把握に成功。また、海水は SCP-420-JP-1によって電磁波へと置換されない物質である点が立証された。分析。SCP-420-JP-1 は明確に、船、であると思われる。また、海水は接触によって電磁波へと置換されないことから、光子反対化リキッドスーツを用いた内部探査が実現する可能性が考えられる。ほい。SCP-420-JP-1 探査記録、特定異常存在の収容目的に開発された光子反対化リキッドスーツによって、着用者の体表に40cm厚紙の弾性海水を定着させることで SCP-420-JP-1 の内部探査が可能であるとの知見に基づき、B クラス職員を用いた実験が実行されました。探査記録420-01、概要、B-420-01 に光子反対化リキッドスーツを着用させた上で、展開された弾性海水層より内側の空気層内に空気を供給させるためのボンベを背負わせた状態で行動させる。光子により反撃場となっている弾性海水は、B-420-01 の確実な保護のため 40cm の厚さで展開されるよう設定。そのため、精密な動作は困難であると考えられていたが、探査スーツ用の改良の結果、部分的に弾性海水槽の形状を、あらかじめ設定していたプログラム通りに変形、操作することが可能となる機能が追加された。これによって、弾性海水によって両腕を形成し操作することが可能となり、B-420-01 には専用の訓練を施した上で、これを装着しての探査の実行が決定された。無線によるリアルタイムでの相互連絡は SCP-420-JP-1 による電磁波の影響から困難であるため、光子反対化リキッドスーツに取り付けられた録音装置とカメラを用いて D-420-01 に逐一状況を録音、録画させ、
回収することが探査任務の概略であるとされた。そのため、B-42001 の確実な生還が第一目標であると、B-42001 本人に強く認識させた上での任務であることに留意。記録は、ドローンによる B-42001 の SCP-420JT-01 への到達から開始、記録開始、水音、B-42001、本当に変な感じだ。このスーツ、ゼリーを着てるみたいだ。衝撃もほとんど感じない。すごいもんだ。この船ほどじゃないが、SCP-420JT-1 による電磁波の影響領域外から監視を行っている情報収集官、博士によると、B-42001 はこの時甲板全部に確かに、立っていた。とのこと、B-42001、本当に透明な船に立っているみたいだ。これに直ちに触れば、俺は消えちまうらしい。さっさと始めることにする。B-42001に取り付けられたカメラは、男性海水槽越しに状況を撮影しているため映像が不鮮明であるが、B-42001 が下を向いてゆっくりと探るようにして符を進め始めた様子をかろうじて映している。B-42001、終始手探り足探りで進むのはきついな。海が船の形に凹んでるのは見えても、やっぱり透明なものの上を歩くのは B-42001 の移動が停止する。B-42001、今何かにぶつかった壁みたいなものだ。腕で探ってみる。男性海水槽の一部で上腕部を形成し、それを右前方へと伸ばす。形成された上腕部は壁に押し付けられたかのようにすぐさま変形し、B-42001 は潰れたままの上腕部で、不可視の壁を撫でるように探り始める。そして約38秒後、壁をなぞっていた上腕部の先端が、腰程度の高さのところでこれまでと異なる形状に変形する。B-42001、何かあるようだ。ドアノブ、みたいな感じだ。試しに回してみる。軽い金属音、金属がかすかにきしむような音。B-42001、どうやら、開いたらしい。電磁波なのに。なんで普通のドアを開けたみたいな音がするのか訳がわからないが。さて、どうしようか。雑音、B-42001、11秒沈黙。聞こえたか？俺もよくは聞こえなかったが、何か、言葉みたいなのが聞こえた。この先からだ。雑音、B-42001、これ、やばいんじゃないのか？無線機越しの声とかじゃない。正の人間の声だ。誰か中にいるんじゃないのか？20の雑音。この時点から、雑音が徐々に B-42001 へと接近し始める。B-42001、いや、これ、やばい、逃げる。B-42001 が慌てて逃げ始める。カメラが大きく揺れ、不鮮明ながらノイズを画面に表し始める。轟音、B-42001、やばい、なんかマジでやばい、やばい、轟音、B-42001、うわ、大きく揺れ続ける映像の中でわずかに2フレームのみ、人間の形をしたノイズが B-42001 の腕を正面から掴んでいるかのような映像が映る。この時のことを B-42001 は後に、何か見えたわけではないが、誰かに腕を掴まれたような感触がした、と証言した。轟音、閃光、汽笛の音、雑音、SCP-420JT-1 が消失。B-42001 は凹んでいた海面が元に戻ろうとする吹き上がりに巻き込まれるも、男性海水槽による干渉効果で無事だった。27秒後には、探査の終了が宣言されB-42001は回収された。記録終了、終了報告書。今回記録された雑音、轟音、閃光、汽笛のような音はすべて外部からは観察も記録もされませんでした。光子反対化リキッドスーツの実用性は証明されたと考えられるため、次回は機動部隊による探査を実行し、より詳細なデータを収集する必要があります。また、
回収された D42001 の左腕部には、以下のメッセージがタイプされたメモ用紙がくくり付けられていました。メモ用紙の内容、ただの実験。だ、聖秘、祈る、べし、伝示。行使反対化リキッドスーツ装備の訓練を受けた機動部隊が、次回の SCP-420JP-1 の出現時に備えて待機中です。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。